幹事社の日本経済新聞学堂です。よろしくお願いします。GoTo キャンペーンの事務局についてお伺いします。農水省を含めて分割して改めて公募することが決まりましたが、スケジュール感を教えてください。またよろしいですか。すみません。委託事業の透明性について、はい、批判が高まっていますけれども、これをどう担保していかれるお考えか教えてください。GoTo キャンペーンにつきましては、全体事業事務局の公募を一旦取りやめ、報道されている通りで、各事業を管轄する省庁が事業分野に適した執行事業者をそれぞれにですね、選定するということになりましたので、農林水産省といたしましては、当然公募手続きを進めることになりますけれども、可能な早いタイミングで公募をやりたいというふうに思っております。それについてですね、事業の透明性を図っていくということは当然でありますし、それに伴って国民の信頼も得る努力をしていきたいというふうに考えております。それにつきましてはですね、農林水産省におきましてはですね、6月の8日に担当の部局を新たに新設をいたしました。 GoTo キャンペーン、 GoTo イートキャンペーンの実施についてですね、責任を持って対応できる体制を整えるためでございます。室長1名、課長補佐4名、係長2名、係員1名、調査員1名、9名体制で発足をさせるということになっております。具体的なキャンペーンの実施方法につきましては検討中でございますけれども、事務費につきましては当然効率的に執行してまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。各社さん、お願いします。NHK の岡谷です。最後、GoTo についてなんですけれども、事業費効率的に執行したいとおっしゃいましたけれども、これは今問題となっています巨額の委託費についてはなるべく削減していく方針で農水省も取り組みたいということでしょうか。先ほど申し上げましたようにですね、それぞれ担当部局、我々は農林水産食品産業については非常に知見が深いわけでありますから、その知見経験そういったものはしっかり生かしていくということができるのではないかと思っております。先ほど申し上げましたように、省内にも部局を設けましたんでですね、やはりこのいよいよですね、地方の方では昨日でも随分、発生件数も減ってきているということであればですね、飲食業についても、もしかしたら思うよりも早いタイミングで、大阪なんかゼロですから復活してくる可能性もあるということであります。ということであればですね、今の段階で費用を圧縮するということまで明確に申し上げることはいたしませんが、しかし効率的にこれを行うということであればですね、結果的にそういうふうな方向に向いていくのではないかというふうに考えております。まだその3000億余りのお金がですね、それぞれの省にどのような形でこの、担当させられるのかという分母がまだ分かりませんので、なかなか正確なことは答えられないことはちょっとお許しをいただきたいと思います。ご質問ございませんでしょうか。読売新聞の中島と申します。よろしくお願いします。本日イギリスとのですね、貿易交渉が始まるということですが、大臣としてその農産品をのめぐる扱い、どういう姿勢で臨まれるのか、お考えをお聞かせください。日英間の貿易協定につきましてはですね、当然交渉開始の時期についてもですね、外務省にお尋ねいただきたいということで、私の方からはお話をいたしませんが、農林水産品についてお尋ねでありますので、これについては今後のすべての経済連携協定、これはもう日英も当然含まれるわけでありますけれども、過去の経済連携協定を超えるものではないということが大前提、大きな基本だと思っております。これは私の認識であります。英国との交渉においてもですね、このような認識は内閣においても共有していただいて、しっかり対応していただけるというふうに考えております。お米の卸売業者間の価格についてお尋ねします。価格が急落してまして、3年ぶりぐらいの安値になってますが、
感想がありましたらお願いします。感想ですか。はい。感想。はい。お米につきましてはですね、そのスポットの価格が下がっているということは承知はいたしておりますけれども、全英全農系の価格についてはですね、まあ、安定はいたしております。しかし年間にその10万トンほど減っていくということはこれも事実としてあるわけですから、今年の作業が100になるのか101になるのか、作業次第によってはですね、お米がその供給が需要よりも多くなるということも可能性としてはあると思っています。そして今年は特にコロナということがあってですね、先日も申し上げましたけども、なかなかその我々としてはこれまで、生産数量目標の貼り付けをやめた後はですね、農家の方々がそれぞれの経営判断に基づいて適切な作物を飼料用米を作るのか、それとも食用米を作付けるのか、そのご判断はそれぞれの経営判断でやっていただくということにしておりましたけれども、今回はコロナで、まあ、本省の人間も地方に行かれませんし、地方局の人間も半分は自宅でテレワークというような状況になりましたので、例に比べて我々のキャラバン、それから地域との交流ももちろんネット電話等を使って行ってはきましたが、例年ほど十分に行えていなかったということは事実だろうと思っています。もう6月にもなりましたのでですね、この段階で作付けを変えてくださいというのもなかなか難しいんで、ですから主食用米として作ったものについてですね、仕向け先を変えていただくなどですね、仕向け先を変えていただくなどですね、これから、この間も申し上げましたけれども、米の需給に対する我々の注意はですね、さらに高めていかなきゃならないというふうに思っておりますので、まあ、6月末というふうに一応決まりにはなっておりますけれども、このことも含めてですね、の計画書の締め切り等についてもですね、少し考えてみたいというふうに思っております。今の価格の下落はさっきもおっしゃいましたが、コロナの被害という一面もあると思います。何らかの支援策を考えていらっしゃいますか。コロナによって米価が下がったというふうにはあまり思っておりません。ただその業者向けにですね、中食外食向けの分が確実に減っておりますから、影響がないというのもですね、言えないというところです。先ほど申し上げましたように、スポットについては、まあ、急落していると、ちょっとドラスティックに報道もされておりますけれども、しかし全農とかですね、 JA、 それの集荷業者、それ合流集合者との相対の価格、これも大事です。これについてはですね、例えば平成元年の12月の価格はですね、現場60キロあたり15,745円ですが、令和2年の4月の価格はですね、15,775円ですから、まあ逆に高いと、若干ですけどね、数十円高いというのが現実の数字としてありますから、全体としてやはりその米価としては見ていかなきゃならないんだろうというふうに思っております。